スペイン坂カスタジオ。東京 FM 渋谷スペインザカスタジオは、東京都渋谷区の渋谷パルコパート1の1階にあった、FM 東京のサテライトスタジオ。なお、東京 FM はスペインザカスタジオ以外にも、六本木の東京ミッドタウンに、東京 FM ミッドタウンスタジオを構えていたが、こちらも2017年1月15日をもって閉鎖され、2018年8月に、 銀座ソニーパークにサテライトスタジオが設けられるまでの1年半の間、東京 FM では常設のサテライトスタジオがなかった。観覧はスタジオの前での立ち見となる。来場者が少ない場合はそのまま見ることができるが、来場者が多く混雑が予想される場合は、整理券を配布する。またあまりにも来場者が多い場合は、一定時間での入れ替え制や、 生理券を持っていても見られない場合がある。人気のゲストの場合は、番組で事前応募が行われ、招待制となる場合もある。営業最終日の渋谷スペイン、ザカスタジオ営業最終日となった2016年8月7日には、以下の番組の生放送が実施された。定期的に、当スタジオから放送を行う番組のみ記載。これ以外にも特別番組や不定期で、 スタジオから公開生放送を行うレギュラー番組があるなどありがとうございます。